プレリミナリーファイト第2試合はノックアウトレッドルールアンダー 54.0 キログラムということになっています。改めましてノックアウトのレッドルール、まあ、肘がありということになります。まあ、このあたりもまた高崎さん非常に興味深いルールということですね。そうですね、あのプレリミナリーファイトでレッドルール、はい、あの普段珍しいんですけども、うん、あのまあどちらもですね、あのムエタイスタイル中心のジムなんで、はい、あのね、それぞれ戦績はあの浅いですけども、ええ、あの肘も練習していると思うんで、ちょっとそこも楽しみですね。そうですね、マクトセンチャイジム、まあ、センチャイムエタイジム所属、それから田中翔大の方がワンズゴールジム所属、千葉県の木更津市にあります。さてラウンド1、あのマクト選手が4月の後楽園大会で、川野隆起選手、まあ、あのこれも、若手のホープなんですけど、ダウンを奪われてから、はい、ダウン、取り返して KO 勝ちしたんですよね、はい、それがすごい衝撃的な逆転勝ちで、あのその時はブラックだったんですけども、はい、まあ、今回はね、あの本領という感じ の、うん、あのレッドルールなんで、また、ちょっと違うのかなと思いますけども、まあ、より一層こう良さは生きるかもしれませんね。そうですね、そのマクトがまずはプレッシャーを中央からかけていきます。今背中が見えているのが青コーナーの田中翔大、まあ、田中の方は格闘技未経験からジムに入って、はい、まあ、4ヶ月でアマチュアトーナメントの優勝を果たしていると。またこれもセンスがありそう、はい、しかもデビュー戦も勝利で飾りました。もう上和樹からダウンを奪っています。ここはまたマクトが少しずつじりじり前に行くか。おお、切れ味ありそうです。じゃあパンチ振ってきますね、しかも結構危ないタイミングでもありました。おっと、思い切って左のハイを打っていきました田中です。この圧力です。迎え撃っていこうという田中。マクトが相手を睨みながら、うん、どちらも結構思い切りはありそうですね。そうですね、お右ストレート、うん、この辺りの攻防もレッドルールでは見ものです。左のインローを蹴っていきます。うん、でもマクト選手はパンチからいく感じですね。そうですね、ではミドル蹴り返していきました。ただ右ストレート入るか、少しカウンター気味、残り1分を切りました。結構マクトの方がフィジカルの強さはありそう。おう、また少しずつじりじりと前に出ました。マクトが行く、左のミドルパンチ、なかなか距離というのはそこまでは詰まってはいかないですね。そうですね、まだちょっとお互い様子見な部分から急に来ますからね、2人とも、はい、おっとちょっとぐらついた、ここをチャンス取りて田中、結構もつれる展開が多い。ここで第1ラウンド終了です。プレリミナリーファイト第2試合、ノックアウトレッドアンダー 54.0 キロ契約です。さあ高崎さん、第1ラウンドいかがでしょう。そうですね、あの最後あの田中選手のいいパンチ入ったのと、はい、あのほかした展開の時に必ずあの田中選手が上になってるんですよね、そういうのでちょっと削ってきているのかなとは思いますね、はい、常時じりじりとやはりプレッシャーかけに行ったのはマクトセンチャイジムの方でした。ですね、カウンターでもらったんで、ここをチャンスと見ました田中翔来です。2007年生まれ、今年3月にプロデビューを果たしました。これ3対0の判定勝ち。そしてマクトの方はプロデビュー戦は勝利、2戦目で、TKO 負けをしたんですが、4月のノックアウトで川野隆起に対して2ラウンドのノックアウトで初めてのノックアウト勝利。
2戦目の、その TKO 負けがタイでの試合なんですよね、はい、そうなんですよね、2戦目でもタイ人とやってるんですよね、うん、ワンフライデーファイツの試合でした、ね、タイの試戦、まあ、相手も地元選手でしたね、おうまくといった、さあ第2ラウンドはここは先ほどよりも一気にいきますね、そうですね、もうそっと距離を詰めていきます、膝の出し合い、多分マクソ選手は1ラウンド取られたかもっていう思いがあるでしょうし、積極的に行ってほしいと思ってたらまあ行きますね、そうですね、やはりまあそれを感じ取っての、おお、いいコンビネーションだ、潰されるのはなかなか嫌がってる印象なんですけど、どうでしょう、どうですかね、ただまあ今もそうですけど本当に全部上取ってますからね、そこうまいんですよね、まあ、身のこなしと言いましょうか、ああまた同じような展開です、膝を叩き込んでいくマクト、連続、どちらかというとこう体のコントロールは田中うまくいってる気がしますね、そうですね、さあこの展開長くなっているグリズモードの展開、さあまだ第2ラウンドです、左から右だ、パンチ当たった、さあマクト行く、おお、なんとか逃れました田中、田中は自分から積極的に手を出すという感じがありますが、肘、どうでしょう田中の攻め手というのは高崎さんどう見てますか、そうですね、今ちょっと下がってますよね、さっきのマクト選手のパンチがちょっと当たったのがあったと思うんですけど、はい、ラスト30秒、前も入肘も出してきましたからね、ちょっとこう展開また変わってきましたよね、はい、残りは20秒、膝、これやっぱりこの組相撲からの膝っていうのは結構効いてくるんですか、どうなんですか、そうですね、まあ、角度にもよると思いますけども、連打で入るとね、やっぱり効きますよね、はい、ジャブから今度はミドル、第2ラウンド終了です、まだお互いのランはありません、さあ第2ラウンドどうご覧になりましたか、中盤の、マクト選手のパンチからちょっと流れが大きく傾いてきたかなというのはちょっと思いましたね、はい、まあ、序盤から結構スルッと距離を詰める動きでしたね、はい、それに対して、まあ、多少こう印象としては受け身になっているのは田中です、まだ20歳のマクト、まあ、すでに今年の2月にワンの舞台も経験しています、そして17歳の田中はこれがプロ2戦目、デビュー戦は3月の31日でした、さあ第3ラウンド残り3分、プレリミナリファイト第2試合、ノックアウトレッドアンダー 54.0 キロ契約、一気にマクトがいった、いや、勝負どころと見ましたね、そうですね、ここはマクト前に出ていく、前に出ていく、嬉しいノックアウト勝利になって、さあ2連勝なるか、プロで初めての連勝を目指すマクト選手を挑む、さあ田中はこの2連勝デビューから2連勝なるかという戦い、いや先ほどのプレッシャー強い、カウンター気味に少し右に狙っていました、田中連続いく、
人選手がギア上げてきましたよね、はい、そうですね、おお、短い距離ショットパンチ、はい、高めにストレート、あーっと当たったか、パンチマットの右、やや強引にでも膝を上げていきます、分けた瞬間にどんどんと前に行く、左のミドルを叩き込んで田中が距離を取る、今度は前蹴りはマット、下がっている下がっている、おお、あの距離から左のパンチ当てた、マクトが来た、マクトが来た、かなり強引に行きますね、そうですね、うまく戦うというよりは、おっと、うまく戦うというよりはもう強引にでも行こうというそんな姿勢が見えます、マット、残りは1分少々、田中選手もあのカウンター返すの諦めていないですけどね、はい、もうちょっと押されてますよね、体勢入れ替わってどうか、ラスト1分、さあここでプレリミナリーファイトですが会場を大歓声が包む、残り1分を切っている、さあここは激しい、試合ちょっと田中も疲れているか、第1ラウンド第2ラウンドよりもちょっと体のパワーが出なくなっている、そんな印象、右ストレート、ということになりましたが、さあ高崎さん、はい、第3ラウンドどうだったでしょうか。そうですね、あの、まあ、マクト選手が傘にかかって攻めたので、はい、ペースは握ったかなと思いますね、まあ、でも田中選手もあの17歳で2戦目にしては随所にこう良さが光るというか、あのいいもの持ってますよねと思いながら見てたんですけど、まあ、まだその格闘技キャリアとしての、はい、その時間がかなり短いですね。そうですね、それを考えるとすごいいい選手だと思いますね。判定をお伝えします。さあ判定どうでしょう。ジャッジ賞29対29ドロー。来た、うん、まずは1人ドロー。ジャッジは30対28、赤マクト、まずはマクト、ジャッジは30対29、赤マクト、30対29、判定2対0、勝者赤マクト、センチャイジム、勝ったのはマクト、センチャイジム、これでプロ初の連勝、3勝目を挙げました。さあ試合全体を通しての印象、片崎さんいかがだったでしょう。そうですね、あのドローが1人ついたのはやっぱり1ラウンドを田中選手取ったんだと思うんですけど、はい、まあ、後半はあのマクト選手が追い上げましたね、まあ、3ラウンドで決まりだったと思うんですけども、3ラウンドは何て言うんでしょう、こう勝利のこだわりと言いましょうか。そうですね、しかし、まあ、そして勝利者賞として丸娘、そういったところには技術、うまさ、センスが感じられました。17歳の田中翔太に判定します。さあこれでマットはプロ初の連勝ということになりました。いや、あのブラックもレッドもやれるし、はい、ちょっとこの先期待したいですね。違いっていうのは響くものなんですか、どうなんでしょう。やっぱあのどっちかしかっていう選手も多いですし、はい、まあ、どちらかがあの得意っていうのはもちろんあると思うんですけど、あの中にはあの気にしない選手もいるので、両方でベルト取りたいっていう選手もいますからね。なるほど、まあ、そうなってくるとやっぱりこう器用なマット・センチャイジム、こういったところは期待したいですね。そうですね、まあ、気も強そうですね、なんかそうですよね、ポーズ取ってますけど、まあ、かと思えばこういうひょうきんな、そうですね、あると誰の衆は2対0をもって赤マット選手の選手の勝利でした。
さて改めましてプレミアムファイト第2試合ノックアウトレッドの一戦、勝ったのはマクト・センチャイジムです。